皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、セクシー猫となった、こちらのヒロインのフィギュアです。やはり俺の青春ラブコメは間違っているか。雪の下ゆきの、デコミミ水着バージョン、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。メインヒロインの雪の下ゆきのが猫耳水着姿で7分の1スケールのフィギュアとなりました。こんなのもあるんだ。やはり俺の青春ラブコメは間違っているという作品に雪の下ゆきのというキャラがいるんですけど、ヒロインの一人で主人公の八幡が所属する法師部の部長でもあるんですよ。学力テストでは常に学年1位で、勉強のみならず運動神経も良くて、学校では誰もが知るほどの存在なんですよね。勝負事となると負けず嫌いな一面を見せることがあり、それが原因で面倒事を引き寄せることもあります。実家は裕福なんですが、親に対する反発心から実家を離れ、マンションで一人暮らしをしているんですよ。実は八幡が高校入学初日にあった交通事故の相手で、そのバニーちゃんも居合わせていたこともあり、いろいろと複雑な関係になっていたりもします。修学旅行先での恋愛問題の八幡が取った対処方法に雪乃が拒絶し、三人の関係がギクシャクするようになるんですよね。合同クリスマスイベントでの問題をきっかけに、八幡が本心をさらけ出し、三人の関係が修復したんですよ。部活同時は本を読んでいることが多く、猫とパンダのパンさんというキャラが大好きなんだそうです。高校うんちなようで、慣れない場所では一人で道に迷っていることが何度かあるそうです。そんな雪乃が、今度猫耳水着姿で7分の1スケールのフィギュアとして発売されるみたいなんですよ。猫耳を装着しているので、もしかしたらあなたに甘えてくるかもしれません。今、何をしようとしたんですか？書き下ろしのイラストが、忠実に立体化されていますよ。猫耳と水着の姿で猫座布団に座っている可愛いシチュエーションとなっています。セクシーでありつつ可愛らしく、ユキノの美しい肌も魅力的に作り込まれていますね。お楽しみはこれからだ。もちもちした肌の質感は丁寧な塗装により表現されていると思います。髪の毛先のふわっとしたなびきや尻尾のうねり具合も表現されています。ちょっとした躍動感や風の流れも伝わってくるのではないでしょうか。爽快です。少しシャイな表情を浮かべており、大胆な格好とのギャップで可愛いです。花柄のビキニパンツなどのパステルカラーがユキノの可愛さを引き立ててくれています。その可愛さに思わずキュンとしてしまい、ユキノにメロメロになっちゃいそうです。しんどい。星が頻繁に供給くれるなんてあたいしんどい。すべすべな太ももは柔らかそうに造形され、その太ももで膝枕をしてもらいたくなります。ユキノの控えめサイズの胸の谷間もじっくりと拝めちゃいます。スキリパンツのお尻への食い込み具合も丁寧に造形され、お尻の割れ目部分がちらりと覗き見れるのも最高です。油断も隙もないわね。いやらしい。台座部分の猫座布団の質感もリアルに表現されていて、猫となったユキノちゃんが思わず爪とぎをしちゃうかもしれませんね。水着姿で髪のなびきも表現されていることから、ユキノと水着デートをしている気分も味わえそうです。猫耳水着姿の魅力的なユキノちゃんをたっぷりとご堪能ください。さあ、満足させてくれよ。こちらのフィギュアは5月に発売です。そしてお値段は 13,580 円です。このフィギュアをお迎えしたら、猫耳水着姿のユキノちゃんの可愛さを SNS などで自慢してあげてください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。